50歳を超えても上位で戦う選手がいる競輪。他のプロスポーツに比べ選手寿命が長いと言われている。だが成績が連続して低迷すれば強制的に引退させられる厳しい世界でもある。2015年12月引退のボーダーラインにいる選手がいた。三重59期鈴木邦明選手。優しい人柄と面倒見の良さから多くの後輩たちに慕われている。一時は引退する運命を受け入れようとしたが、同門の弟弟子岩見純選手の一言が心を動かした。鈴木さん、もう一度一緒に競争へ行きましょう。岩見と僕って S 級とチャレンジじゃ競争行けないじゃないですか。そうですね。岩見が来年鈴木さんと競争一緒に行きたいって言って、僕も営業落ちるでって言って、ああ絶対行きましょうって言って言ってくれて、でも練習一緒にしましょうねって言って、なんとか鈴木さんやめやさんように頑張るでっていう感じだったんですよ。ここ1ヶ月ぐらい前、もっと前かな。まあ僕も練習になるし、うちの弟子とかも伏見でもね練習になるんで、まあ一緒にやりましょうよって言って、まあ言ったのがきっかけですかね。もうアマチュア頃からもやっぱり鈴木さんにはお世話になってるんで、まあちょっとでも恩返しできればとは思ったんですけどね。はい、はい、練習とかの鈴木さんってやっぱり近況ちょっと雰囲気変わってきたりとかありました？そうですよね。まあおれば申し合わせてみんなで行って、一緒にもらえてって感じですね。あれですか、あの村田さんの師匠も結構、はい、もう代表らしいんで鈴木さんを首にさせない会代表っていうの。年内に残されたレースはあと2場所。直前に控えているのが地元の松阪 F2 戦だ。なんですよ、次の松阪ですわ。やっぱり最低条件はもう本当に準決勝にならないと厳しいかなっていう。じゃあもう本当初日が勝負、初日が勝負ですね。はい、分かりました。年明けに29年目の現役生活が迎えられるのか、それとも現役最後の地元戦となるのか。全県日、検車場入りする鈴木選手に朗報が入る。初日の予選は中部の自力型山田哲也選手の番手が回れるメンバー構成となった。東関東で行ったの、はい、で中四国でここですよね。で中部で、これがおるんや。そうです。見たことあります？いや見たことない。警戒しなければならないのは107期滝本康之選手。デビュー後に落車し低迷していたが、近況は復調気配を見せており、警戒が必要だ。現役続行をかけた戦いが明日いよいよ開幕。初日予選競争、準決勝進出は絶対条件。4着以内に入らなければならない。1番の山田哲也はここで車を引いていきます。7番の小林和彦は短期最高峰7番手ジャンで抑えました。5番の滝本康之、バック4番手からまくっていけるかどうか。1番の山田哲也、さほど車は伸びていかないか。現在は1車進んだところ、先頭5番の滝本康之、マーク3番の北田昌司。4コーナーから直線コースへ向いていきます。先頭は5番の滝本康之、マークから3番の北田昌司、3番北田、並んでのゴール、並んでいます。山田哲也選手の仕掛けもあり、なんとか4着をキープ。順位は伸びたんですけど、まあ、ちょっと哲也君とね、そういうのがただね、相手はちょっと徹底先行型だった。まあ、ジャンで引っ張りはんだとこが、これなんかシューズカバーなんですか？まあ、でもね、仕方ないですよね。ただね、鈴木さんの、いや、もうすごく頑張ってくれたんで、はい、まあ、本当にありがたいです、僕。勝ち上がらなければならなかった予選を突破、現役続行へ大きく前進した。
日目準決勝戦、決定選考の玉村元気選手の箱回りとなった。ここは1番の玉村元気に一気に畳みかけようというところ、6番の鈴木邦明がつけきれるかどうか。4コーナーから直線です。ジャンの4コーナーからホームを叩き切りました。1番の玉村追走、6番の鈴木邦明で最終周回です。3番手からようやく踏み込んでいく4番の細田、4コーナーから直線です。先頭は1番の玉村元気、踏ん張った玉村、しかし追い込んでくる2番の池田周平、真ん中には4番の細田純平。玉村選手が積極的に逃げるも別線にまくられて5着、決勝入りはならなかったが、明日の選抜戦へ駒を進める。最終日、特選競争。中部の先輩、山田稔選手をマーク。ジャンでここは4番の山田稔が抑え切りました。5番の高田が番手に絡んで1番の鈴木邦明をさり阻んでいきました。難関の2人は 2,3 番手、1番の鈴木邦明を遅れまして4番手、最終周回7番の伊藤明は後方6番手です。先頭は5番の高田、番手からは3番の熊谷、外目には7番伊藤明も突っ込んでいますが、どうでしょうか。高田隼人選手に番手を奪われる厳しい展開になったが4着、現役続行へ可能性をつなぐ3日間の成績で終えることができた。そうですね、まあ、自分なりには一生懸命頑張って、まあ、少しでも本当に選手を続けたいので、まあ、頑張っていったつもりですけど、はい、まあ、本当に年末に松坂走れたというのは本当にありがたいし、うん、まあ、ちょっと成績も一つでした、まあ、もう一つこの後に別府競輪があるので、まあ、そこで最後頑張って一着取って締めくくりたいと思います。はい、2016年1月、松阪バンクに29年目の現役生活を迎えた鈴木選手の姿があった。まあ、厳しい練習もありましたけど、まあ、一生懸命頑張って選手続けられたなと思って、まあ、なんとか今年迎えることができたんですけど、なんかその、まあ、今だけじゃなくて、まあ、周りの選手も結構応援してくれたり励ましてくれて、まあ、なんとか選手続けられることになりました。はい、まあ、結果的にレース取れたっていうのはやっぱり鈴木さんの底力があったっていうことだと僕は思うんで、はい、そうですね。あとはね、こう井上さんと同じ開催になった時、それが楽しみだってなんか言ってましたけど、そうですね、僕ももうしばらく行ってないんで、一緒に、まあ、一緒に行ってね、楽しく夜とか宿舎生活過ごせればいいかなと思うんですけど、そうですね、はい、それが、まあ、なんかね、まさらの地元開催とかで実現するといいですね。そうやったら最高ですね、はい、その時は、はい、はい、いろんなエピソードもまたですね、はい、はい、井上も今年から A 級で、まあ、僕もね、なかなかイアミが S 級の時は一緒に、ね、レース行けなかったんで、まあ、今度本当に一緒にレースになれるっていう、ね、一緒に行けたらなと思いますけど、はいはい、その時はね、イアミさんも鈴木さんのお酒は付き合わないとなってそうですね、まあ、僕もお酒は好きな方なんで、まあ、軽く、ね、飲みながら飲む楽しい話で、まあ、本当にありがたいですね、みんな応援してくれて、まあ、それ期待に応えて、まあ、今年も一生懸命頑張らないかなと。